ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。足が入っているんですけど、本当だ、人だ。名古屋港水族館でご来場いただき誠にありがとうございます。オーロラの色はベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン、メスは4メートル、
はエビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルタにホッケ、イカナゴ、イシン、キュウリなどが1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。
Thank you.
いただきます。なるほど。
さっきとは決まったあと1メートルくらい。